井の花公園井の花城井の花城は平安時代に千葉市の初代当主である千葉つねが千葉県千葉市中央区に館を構えた日本の城。通称は千葉城。周辺は井の花公園として整備され、土塁、掘り切りなどが現存する城跡は市の文化財に指定されている。千葉つね金木場と千葉市立郷土博物館千葉市の居城があったイノシシ花山は 北は都川、西は断崖に面した点検の要害の地に築かれた平山城である。鎌倉幕府を開いた源頼朝の挙兵に際し、いち早く参陣して、東国武士団の動向に大きな影響を与えた重鎮、千葉爪利の父である千葉爪が平安時代の1126年。 上佐国大市以上から拠点を移し、下宇佐国に館を構えた日本の城。拠点を移して、以来、1455年、千葉種忠が下宇佐原氏の原種房に追われるまで、千葉市13代に渡り両房に葉を唱えた千葉市の拠点である。市指定文化財に指定されている。千葉市最盛期の城主であったが1516年に落城。その後、 江戸時代の1861年には、千葉八景、井の花さんの望月に選定されており、古くから名所、旧跡として親しまれていた。城跡は1909年以降公園として開放され、1959年に歴史公園、井の花公園として整備され、井の花山の中原には、1967年に千葉市立郷土博物館、井の花邸が建造された。 上域は、井の花公園から、千葉大学井の花キャンパスを含む広大な領域が、城跡であり、地名をとって、井の花城跡と呼ばれている。土類や空堀が遺構として残されており、その特徴から、戦国時代の城跡と推測されている。また主角部の突端に、かつての物件内跡の新明社がある。二の角跡に、郷土博物館と、千葉常ね像が立つ。 現存する二角三角間の土イ中世の千葉城が登場する資料、相馬文書には1335年の一族の内紛の際に千葉種貞方が千葉城、千葉建を攻撃したことが記されている。しかし、井の花城のような大地城の城郭が築かれるようになるのは15世紀以降のことであり、千葉建ともあることから、これは低地城の館を建てなどで、 戦闘時に城郭化したものと考えられる。千葉妙剣宮及び同時を数形する千葉市及び、その妙見信仰について書かれた戦学修章においては、千葉市の館の場所を堀内と記しており、近年は千葉市街の低地に千葉館があった説が有力視されている。井の花城跡からは、鎌倉時代の倉国旗が発掘されている一方、生活感のある出土物が少ないため、 井の花には、千葉市の時代に墓地があり、これが後に城郭化されたとする説がある。井の花の古城が、千葉市の城だという記述が出てくるのは、江戸時代になってからのことである。1858年、成田山新勝寺の新本堂建立の際に、制作された成田名所杖には、千葉常種に関する一説がある。その中に、千葉市古城市の図が掲載されており、中央に、 井の花山が描かれている。また、近現代になってからも、井の花山を古城市と書いた絵はがきが複数作られているほか、1926年には、井の花城跡に、千葉海府800年記念碑、1976年には、千葉海婦850年記念碑が建立されている。千葉海府800年記念碑、千葉海婦850年記念碑、平安時代の1126年、 千葉常が、上佐国大市以上から拠点を移し、下佐国に館を構えた。千葉氏は、菅武平氏であった、平忠常の子孫で、千葉常種の時に、千葉氏を称した。常種は、上佐サ広常と共に、源の頼朝を助けて、鎌倉幕府樹立に尽力した。後に、広常が、謀反の疑いで、頼朝に中殺されると、常影は、 暴走兵士の総領となり前世紀を迎える。しかし、室町時代に入ると、鎌倉公方と小学坊が対立し、関東に騒乱が巻き起こると、千葉市も内紛が勃発する。千四百五十五年千葉市十四代である、千葉種鹿が一族の千葉安種と原種房に、井の花城が吸収され、千田省へ追いやる。その後、出家していた高種もこれに合流し、 千田省の多古城、島城に立てこもる種近藤や炎城寺直人、援軍に駆けつけた大城、大津吉を攻め滅ぼす。日本城郭体系によると、1457年、高種が宗家の名跡を継ぎ、この千葉タスク種は本京本桜城に移して、井の花城は廃城となる。その後、1861年の千葉八景に、井の花さんの持月が選ばれ、 城跡は1909年以降公園として開放された。1959年に井の花公園として整備され、1967年に千葉市立郷土博物館井の花亭が建造された。突端の構造が猪のしの花に似ている、あるいは井の方角を向いていることから井の花の名がある。突端部には新名社と井の花城跡の石踏みがあり、新名社のある角は 物見の跡と伝えられる。そこから、郷土博物館の間にほぼ唯一の遺構として、土類が残る。一説によると古くは、千葉大学医学部から、中央博物館バス停付近までの広大な範囲を、上域に含む。中央博物館バス停付近には七天王塚があり、井の花城跡と合わせて、市の文化財に指定している。上赤北川の大地下には、お茶の水という井戸跡がある。 この井戸から汲んだ水で、千葉常ね種が、お茶をたて、源の頼朝に剣じたなどの伝説が残されている。城跡東側の階段はかつて、池田坂と呼ばれ、城の絡めてにあたると言われる。桜祭り期間中のライトアップ、千葉市立郷土博物館は、千葉県千葉市中央区井の花にある博物館。千葉市及び、千葉市に関する常設展示のほか、企画展示も行っている。 本館は、天守出現以前の中世城郭にある、模擬天守。敷地面積8748.59平方メートル、建築面積756.13平方メートル、建築のベイカ面積2416.29平方メートル、展示のべ面積1230.86平方メートルの建築規模である。遠隔鉄道バス高速道路駐車場。 この模擬店主は、井の花城とは、無関係である千葉市、ちょび城石、千葉市。2018年5月17日閲覧。千葉県高等学校教育研究会、歴史部会イコール編。千葉県の歴史散歩。山川出版社、千葉町案内国立国会図書館デジタルコレクション。disl.ndl.go.jp。2019年3月20日閲覧。 千葉県、暴走の魅力500選、歴史。千葉県、2019年5月17日閲覧。千葉市、ようこそ、千葉発祥の地、井の花公園へ。千葉市、2019年9月30日閲覧。AB 加藤治文書、日本から城が消える、城郭再建が抱える、大問題用泉社、2016年。 ISBN 978から4から800310149千葉市著美城跡千葉市2018年5月17日閲覧資料に見る千葉市千葉市立郷土博物館中根正と室町中期の日立大城市初集高橋治編長シリーズ中世関東武士の研究第16巻 日立平市 ISBN978 から4から864031677、井の花城城と古戦城。srtutsu.ninja-x.jp。2019年3月20日閲覧。千葉市立郷土博物館。千葉市観光協会公式サイト。千葉市観光ガイド。2019年9月30日閲覧。千葉市。 郷土博物館遠隔、施設の概要、千葉市、2019年9月30日閲覧、千葉市立郷土博物館に関するカテゴリー、ありがとうございます。